やる気のある人、そして、はい、未来をちゃんと見据えてたりだとか、未来のビジョン見えてる人、海外に住む、その、なんだろう、得られる知見だとか、こんだけ人生観変わるんだよ、みたいな。まあ、これを機会に、例えば留学、興味持っただとか、やってみたいなっていうふうに思ったのであれば、なんかね、留学兄さん K です。アメリカ留学、生中継ありがとうございます。はい、今回はね、残念ながらちょっとリモートにはなってしまったんですけれども、審査員で出てくださる、カノンちゃんですね、のインタビュー。まあ、カノンちゃんの自己紹介と、あとは、この企画にかける思いであったりとか、そういうところをちょっと深掘りさせていただく内容にしたいと思っております。はい。簡単に僕の自己紹介も、この動画、カノンちゃん見て、ここに来てくださった方もいらっしゃると思うんで、本当に、クイックになんですけど、僕はですね、立命館大学に1年間行った後に中退して、アメリカの大学に4年間正規留学をした後に、一旦はですね、日本のマイクロソフトで2年半ぐらい働いた後に、今は、また MBA ですね、ビジネスの修士号でアメリカに戻ってきてるという形です。で、今回、留学が好きすぎて、こういう企画をやろうと思いついた、発起人になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でここで私の自己紹介ですね、はい、そうですね、ちょっとじゃあかのちゃんの方にもお願いしいいですか。はい、はじめましてという、はじめましての方もいると思うんですけれども、かのんチャンネルで動画今5年目になります。かのんと申します。長いんですね。長いですよね。で、私もともと留学に関至っては、ニュージーランドに高校2年生の時に1年、大学はアメリカ、その後に、日本でちょろちょろした後に、イギリスに3年間住んで、今日本に至るっていう感じなんですけれども、そのイギリス、そうなんですよ。で、イギリスに住み始めた日に、YouTube を始めたっていうチャンネルでもあったりするので、はい。なんか、留学ベースみたいな、もう、留学というか、海外ベースみたいなチャンネルというか、人生になってるんですけれども、今回この、企画に携わらせていただけるっていうことをすごく光栄に思います。で、今日なんかめっちゃ噛んでる。大丈夫です。それもまたカノンちゃんのいいとこだと思うんで。はい。じゃあアメリカの大学出られたってことですか、正規で。あ、そうですよ。あ、そうなんですね。僕はてっきりなんかイギリスの大学を出られたのかとずっと思ってました。あ、そうなんです。実はバリバリアメリカでした。カリフォルニアでした。知らなかった。ですね、今回僕ちょっと正規留学でアメリカって知らなかったんですけども、審査員としては非常にぴったしというか、アメリカのことも知ってますし、ましてやね、イギリスのこととかも知ってるんで、多分僕らよりも全然グローバル視点っていうのは、豊富だと思うんですけど、まず企画名、留学グランプリ、思いをぶつけて100万円ゲット、イエーイっていう企画をやっております。簡単に言うとですね、留学したいっていう希望者が、もう本当留学に対しての熱い熱い思いを、豪華 YouTuber の方たちにこうプレゼンしていただいて、その思いが伝われば、お金、100万円ですね。100万円だったりとか、コネクション。これは本当、プライスレスな YouTuber たちからのアドバイスですよね。っていうのと、あとは、様々なサポートを本当全部詰め込んであげちゃおうっていう夢のような企画になっております。で、その中でも、ちゃんとやるんだったら、YouTube の中でそういうエンタメを絡ませてやりたいなってところで、今回審査員として出ていただいたのが、かのんちゃんということになります。ありがとうございます。はい。じゃあですね、インタビューのちょっと内容に軽く入っていきたいなと思ってるんですけど、そもそもですね、本当、もう YouTuber としてずっとやられてる中で、本当いろんなオファーを多分来てると思うんですね。の中で、今回、何だこれみたいな。英語系であったりとか旅行系とか、ほんといっぱい案件のオファー来てると思うんですけど、なんでまた今回僕の企画ですよね。そもそも僕面識もなかったですし。そうですね。はい、そういう中でこの企画やってみたいと思った理由とかってありますか？最初の頃、例えば YouTube 始めた頃だとかって、私も何でしょう、発信したいっていうのがやっぱ第一にあったんですけれども、はい、だんだんそれを積み重ねていくごとに、やっぱりその視聴者からの反響であったりコメントっていうのを通した上で、なんか留学の良さだとか、その海外に住むことだとか、その海外に住んだことによって得られるそのエクスペリエンスとかっていうのを、なんかその良さを伝えていきたいっていうところにもやっぱ変わっていったっていうところもあって、いわゆるそれがなんか別に最初は意図していたわけじゃないし、なんか別にそうしようと思ってるわけ、なんか意識的にっていうわけでもないけれども、なんかそれがみんなのためになったり、人のためになったり、社会貢献であったりっていう部分につながっていくんやなっていうふうに思った時に、なんかこういう企画っていうのすごく夢があって、面白いなとも思ったし、だからそういうところにおいても、その留学の魅力だとか、
海外に住むその何だろう得られる知見だとか、こんだけ人生観変わるんだよみたいな、ね、中には海外かぶれなんていうバカにする人たち見るけど、本当にそういう人たちって海外かぶれの人たちって本当に変わったからっていう部分も多い。とてもそうなんで、かぶれて当たり前って話ですよね。なんか文句ありますかって感じですね。そうなんですよ。で、私個人的に思うのが、あの結構今韓国とか、はい、韓国ファッション入ってるじゃないですか、はい、それもかぶれてねと思うんですよ。同じ海外かぶれじゃねみたいな。なんか、ね、アメリカもイギリスも一緒くたにされちゃって思うんですけど、まあ別にそれ悪いことじゃないんだよっていうことを、はい、まあ密かに伝えたいなっていう、まあ、これちょっと趣旨とは全く違いますけど、ね、いやあの趣旨でいいと思いますよ、うん、あのまあ僕も思いとしてはやっぱりまだまだ留学って特にコロナがあってからも含めてですけど、こう数がガーって減ったりとか、こんなにいいものなのにまだまだやっぱり日本の大学行った方がいいよねとか、なんかそういう風潮が非常にある中で、やっぱりこう留学っていうものを軸にした上での企画ですよね。うん、こうもちろん留学希望者の方も見ると思いますけど、そうじゃない方で、あ、こんな方法もあったんだと、うん、留学ってこんなにいいものなんだっていうのを知ってもらう一つのこう活動としても、僕はこれ一つ成功させたいなっていうのが、まあ、今回の思いとしてやらせてもらってるんで、うん、あのもう本当かのちゃんに来ていただいた時には、いやもうね、ここ数日やり取りしててすごく感じるのが、うん、やっぱり面白いんですよね、かのんちゃんと話してると。いや本当うまいなと思います。このさすが YouTuber だなと思いますし、いやあのワードチョイスだったりとか、だって、ね、いや僕 DM させてもらってから1ヶ月ぐらい経ってお返事いただいたと思いますけど、その時にいやもう表現びっくりしましたけど、僕初対面であの帰ってきたメッセージとして、何でしたっけ、地球と木星ぐらい時差がありましたかみたいな。これは面白いなと思って なんて返そうかなってね、5分ぐらい迷いましたけど。そうやばい、もうなんか時差がですね、あのなんかインスタグラムの DM あんま見てなくてですね、はいはいはい、あの送っていただいてからなんか1ヶ月でしたっけ、2週間でしたっけ、多分1ヶ月があったと思いますね。1ヶ月ですよね、はい、1ヶ月ぐらい。そうですね、それ多分ちゃんとやってみると地球と木星があるかもしれないですね。確かにあのいわゆる太陽の光が紫外線、ね、地球に届くまで8分ぐらいかかりますからね、はいはいはい、それと同じで、あのもう木星と地球間のかもしれないなみたいな。でも本当はなんかそういうあのいわゆるまあユニーク性というか個性ですよね、なんかその辺もあの審査員として、なんかあの真面目系みんな集まって面白くないじゃないですか。やっぱりね、ちょっとカノンちゃんに書き回していただきたいなとか。その角度来ますみたいな。すごく僕は見たいなって思いで、まあ、あの非常に今回出ていただいて嬉しく思ってます。よかったです。あのその説はとても遅くなってしまってすいませんでしたみたいな。いや、とんでもないです、ありがとうございます。そしたら、次の質問としては、はい、まあ、今回出ていただく上でどんな学生さんに、まあ、来ていただきたいかとか、どういう学生さんに期待してるとかありますか？ですね、まあ、やっぱりそれはやる気のある人、そして、はい、もう熱意にあふれた人もそうなんですけども、その人自身が未来をちゃんと見据えてたりだとか、未来のビジョンを見えてる人がいいのかなっていうふうに思ってて、で、なんでかっていうと、あ、てかその前にですね、まず、なんか結構留学だとか、あとはそういう、まあ、英語っていうふうに感じるだけ、まあ、考えるだけですごく敷居が高いって思う人いると思うんですよ。でも実際それって誰でもできるし、で、英語に自信がないから、じゃあ私そんなに得意じゃないからだとか、だけど興味あるんででもやってみたいなって人でも、なんか、やってみないことには始まらない見えない世界もあるし、なんか自分のその例えば英語できないから苦手だからっていう能力だけでそういう決めつけてほしくないなと思いますね。あの苦手だけどそれさえも克服してあのやっていきたいんだっていうその熱意がある人がやっぱり続くだろうなと思うし、なんかあの目標の先の目標まで見えてる人、うん、別に英語上手くなくてもいいから熱意ある人、そういう人たちにも、うん、あの諦めずになんか応募してもらいたいなと思います。もちろんその英語流暢な人っていうのはもちろんあの もちろんやっぱアドバンテージがありますから、うん、っていうところもありますけど、だけどちゃんとそれよりもスキルとか何かよりも気持ちっていうところを私は一番重視したいなというか、そういう生徒というかそういう人たちにあの応募してもらいたいなと思います。
まあ、いわゆるなんか小手先のスキルをもちろんねあればあるに越したことはないかもしれないですけど、長期的に見るとそういう、まあ、いわゆるこうグロースマインドセットじゃないですけど、そこら辺で、あ、ポテンシャルあるなこの子みたいなところがやっぱ垣間見えたらもっとポイント高いってことですよね。そうです。実際になんかこう審査基準っていう意味で、うん、特に、まあ、ちょっと今ねかぶってるところもあると思いますけど、こうパッション重視で見ます、過去の実績重視で見ます、これ重視で見ますとかって何かありますか？あー、まあでも確かにそのまあ実績ももちろん大事だとは思うんですけど、なぜならやっぱり言ってるだけ、あの言葉よりは行動で示すことの方が大事ですし、それが何よりの結果だから、はい、っていう面ではあの経験というか実績も大事だけれども、まあそれまでに例えば何かしら実績って言っても、まあ、そうだな、例えば家庭の金銭的な事情 で実現できなかったことかもしれない、だから言えなかったとかっていろいろ多分あると思うので、特にまあこの日本っていうこともあってですね、そういうこともあると考えると、ちゃんとまあ実績だとかよりかはちゃんとそこに自分の努力が伴っているかだとか、お金かからなくてもできる、実現できる世界もあるし、それに対してどれだけ自分のなんかこれをこの今回の企画を得てどうしていきたいのかっていう、その一つだけじゃない二つ三つ先のところまでちゃんと見据えて、それが明確なの方が私は将来有望なだなっていうふうに思ってます。まあ、もちろん実績も大事ですけどね。カノンちゃんにとってこうグローバル人材ってどんな人ですか？挑戦できる人だと思います。おお、なるほど。もう少しちょっと詳しく聞いてもいいですか？なんか面接みたい。深掘りさせてください。深掘り、はい、そうですね、なんか何事に何においても人生って、留学もそうだし、留学も一つの挑戦だとも思うんですけれども、はい、やっぱりその挑戦できるチャレンジャーたちが新しい世界に足を踏み入れることができて、で踏み入れた先にしか見えないそういう出会いだとか、まあ、知見だとかもそうだし、経験だとかっていう、そういうあると思うんですよ。その先にまた広がった先でまたっていうのを今私、これ私の経験上なんですけども、経験こそが事実だということで。いやいや、まあシンプルに言うと、本当いわゆる日本のこう当たり前から出ていくわけじゃないですか。はい。でいわゆるコンフォートゾーンですよね。こうコンフォートだって思われてるゾーンから簡単にこう抜け出せるよと。でチャレンジを、まあ、苦だとも思わないし、それがもうワクワクして たまんないみたいな人がやっぱりグローバルで非常に向いてるかなとは僕も思うので、はい、そういう人になんか来てほしいなっていうのはありますよね。ああ、そうですね。なんかガチな話になってすいませんね、全然面白くないみたいな。いいですよ、いいですよ。確かにもっとふざけてる人は大二郎さんとか死ぬほどふざけてたんで。それはそれも面白かったですけど、別に真面目路線で僕はいいと思ってるんで、今回ね応募するって方に対してなんかこう応援メッセージとかあればぜひお聞きしたいなと思うんですけど、いかがですか？はい、ですね、まあ、やっぱりこれって全部ご縁だし、どういう時にこの動画に出会って、あとは見てなんか興味を持ってっていうのはやっぱ人によって違うと思うんですけど、出会う人も同じようにこの動画においてもなんか私出会いやと思っております。だから、まあ、これを機会に例えば留学興味持っただとかやってみたいなっていうふうに思ったのであれば、なんかね善は急げ、もし少しでも興味があるんだったらなんか自発的に調べて、なんかこういうことができる、自分のやりたい目標に対して留学を通せばこういうことができるだとか、なんかねりねりやっぱしておいてでするのがすごくいいんじゃなかろうかと。やっぱそれが何だろう、将来の何か自分の選択肢を広げる一つになるかもしれんっていうふうに思ってるんで、ぜひともこの動画も人も出会い、動画も出会いということで、ぜひとも新しいことにチャレンジのうちの一つとして、ぜひともなんて言ったらだろうか。あんまご応募お願いしますと。そうですね、ご応募お待ちしております。そしてあれなんですよね、なんか結構これ審査するときはみんな同じ部屋でやるみたいな、だから会えるかもしれないみたいな感じなんですよね。その YouTuber の方のお話です、それとも学生さんの話ですか、どっちですか？生き残った人たち、そうですね、10名の方が
まあ、審査員は画角的に4名しか出ないんですけど、1回の回に。なので、今回集めた人がみんな目の前に座ってるかってそうじゃないんですけど、まあ、控室とかで、まあ、覗いてもらったりとか、挨拶してもらったりすると思うんで、まあ、そういうオフトークとか、せっかくね、そんだけこう著名人の方がいっぱい横並びで集まってくださるんで、そういう機会とかも設けさせてもらおうかなと思ってますね。ということで、あるかもしれんということやから、はい、ぜひともボタンポチッとで欲しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。この動画がためになった、面白かった、応募してみたくなったって方は、ぜひチャンネル登録、いいね、通知ボタンよろしくお願いします。じゃあ今回はこの辺で、またね、バイバイ。うひゃっ。コスパ最強 BYU 留学のご紹介です。BYU は大手企業への就職、格安な留学費用、英語初心者でも始められる留学です。ぜひ詳細は概要欄から確認ください。